どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告でやたら見かけるエイジオブケーブというゲームをやっていこうと思います。もうね、ジャガイモやってたら30秒広告大半これなんですよね。まあなんかだいぶ力入れてるっぽいんで、やっていこうと思いますが、とりあえずなんか適当にボタンを押したらチュートリアル始まりましたね。こんな感じか。広告のなんか見た感じと全然思ってたんと違うっていう感じですね。まあでもしばらくなんかこうチュートリアルが続きそうな感じです。まあとりあえずレベル上げて、敵のモンスターつうかなんかでかい、まあ豚ね、この辺を倒していこうねってことね。で、レベル上げたらめっちゃ強くなりますね。はいはいはい。まあ放置ゲーム感が相当強いですね。まあ放置原人つってるから放置ゲームなんでしょうけど。この辺セットして、まだ多分チュートリアルなんでしょうけど、なんだろうな、この戦闘がちょっと全くなんかスキルを使うとか、なんかそういうこっちがいじることが何もないから、ただ見とくだけって感じですね。ガチャもあっさりしてんな。ボタンを押したらすぐ新しいやつゲットしましたね。あ、なるほど。今ガチャでゲットした、やり投げ原人みたいなやつが、はあ、ははあ、これで多分いろんなやつゲットしてって4体まで設置できますよって感じですね。で、敵によってその新しいやつとかも含めて何をデッキに入れるかとか、そういう駆け引きというか戦略的なところを楽しむゲームなのかなっていう今のところ感じですかね。英語だからよくわからんけど、まあ、とりあえずは相性があるぞ。ちょっと待って。さっきまで4体あったの6体まで設置できるようになってますね。はぁはぁ、なるほど。で、まあ、相性のいい敵で、戦ってねと。相性のいいやつで敵に、突撃してってねと。まあまあ、そんな感じですね。まあ、ある程度どんなゲームかわかったんで、とりあえず進めるだけ、ガンガン進んでいこうと思います。今、10連ガチャを、回したんですけども、なんかキャラクターがだいぶ増えました。なるほどな。どれを選ぶとかじゃねえんだよな。とりあえずゲットしたやつ全部詰め込めるから。いや、もうただのリンチだもんな。なんだろう、戦略性とか特に今感じてないんですよね。小出しに小出し、おい、なんだ、なんか強そうなやつゲットしましたね。おぉ、対峙する側のやつ、対峙、おぉ、レジェンドですね。まあお手並み拝見ですね。こんな感じいいね。で、この下に光ってるのが、強い。明らかに強いやつが仲間になりましたね。はいはいはい、なるほど。だから卵が孵化するシステムとかもあるよってことね。いや、持っとる。持っとるけども、まあ、これ、レベルもさらに上がりますよと。同じカードをいっぱいゲットすると、なんかそのカードのランクみたいな、進化するのね。三股ぐらいになるのか？ならんね。ただ喧嘩してる。ただ仲悪くなった感じになりましたけど。なんかね、いっぱいありますね。これなんかダンジョンで5人か、5人でなんかこう派遣して、まあ一定時間経つと帰ってきてなんか報酬持ってくるよみたいな、まあ放置ゲームにありがちなやつですね。4時間ですね。だからまあ4時間後に開いたら、まあこれが終わっててなんか、報酬もらえて、で今回はチュートリアルなのですぐ完了がただでできますよと。まあシステムが結構多いな。はい、なんかパーク内の動物がこう今マックスになってて、こうあいつらこう時間でなんか成熟するらしいんですよ。で、成熟全部がするとなんかこう生贄に捧げてなんかもらえる報酬が増えたりなんかするっぽいので、ちょっとね、そうですね、まあ3時間ほど待ってみましょう。3時間ほど待ったらどうなるのかっていうのをね、ちょっとこれでうまいこと3時間もう経ってくれてたら、ま、これ大丈夫だね、関係ないね。経たないっすね、3時間経たないっすね。じゃあ、まあ、現実世界で待たないとダメですね。さあ、全動物、成熟してますね。で、まあ、とりあえずここのパーク内の動物はなんか肉を産むぞと。で、肉っていうのが、まあ、このゲームにおけるお金みたいなもんで、レベルを上げたりするのに使うもんですよと。で、これなんだ、成熟ボーナスみたいなので、なんかちょっとずつ動物たち強くなってますね。これでなんだ？で、まあ、1個びっくりマーク増えたんで、で、この神殿に生贄に捧げると。
なるほど。でもらえる肉が増える代わりに全員いなくなるぞと。だからまた新しい動物探してこいと。であとこの卵たちもセットしてたやつが、孵化できるように、あ、なるほど、カードじゃなくてあの小動物たちがゲットできますよってな感じですね。そうかそうか。で孵化させたやつをここにセットしとけばまた肉を産む製造機ができて、さらに全部がまたこれが熟成したら、あ、熟成じゃねえよ、成熟ね、成熟したら、また生贄に捧げての繰り返しで、めちゃくちゃお金とか肉を集めようねみたいな。だからマジで放置ゲーム要素強めですね。で、あ、ちょ待って、このゲームマジで放置でもらえる M までもらえてるから、あ、放置原人っていうだけあって、やっぱ放置でもらえる肉の量が尋常じゃねえから、これあのずーっとガッて根詰めてやるよりマジでちょこちょこ放置してレベルだけ上げときゃいいみたいな。でめちゃくちゃレベル上がるやん、このゲーム。ちょっとレベル上げたら一気に強くなるのに、ずーっと上がるんですけど4時間マックス4時間まで放置したボーナスもらえるんですけど、4時間でめちゃくちゃ上がりますね。あー、ただなんだ、2週からはなんかこういうアイテムもないとレベル上がりませんよ的な、あ、肉だけでレベル上げられると思うなよゴールドだっていう、だからそういう感じになってきましたね。よし、このバトルで勝ったらランク50だよっていう状態ですけど、なんでしょう、これ見ていただくとなんとなくお察せるかと思うんですけど、何にもやることないのよこのバトル中で勝手に敵溶けてくし、なんだろう、こう戦ってる感がないんだよねなんだろうな、今のところなんでしょう、敵によって配置変えないとフォーメーション変えないと勝てないぞっていうこともないし、なんかね、あの正直じゃがいもやってる僕が言うのもなんですけど、退屈ですねこのゲーム。はい、今日も放置原人やっていこうと思います。OK、全成熟終わりましたね。とりあえずまあ日課をちょっと紹介していこうかなと思いまして、まああの放置してた分を今もらってますよ。でこれサイコロで出た目で何かしらもらえますよってやつですね。これが何のアイテムか未だによく分かっておりません。とりあえず何時間かぶりにですねこのゲームを開くと、まあとにかく卵が全部2時間とか3時間ぐらいで孵化するんで、その辺がまあ全部いけますよっていう状態なのと、だいたいですねこの檻に、9匹とも動物を置いときゃあの勝手に成熟するんで、で成熟終わったらまたこの神殿に生贄捧げてみたいな、本当にね最初の頃はサクサクレベル上がってたんですけど、あのレベルがね30とか40とか超えてくるとなかなか上がらなくなってくるんですよ。だからもうとにかくこれ生贄捧げまくらないとダメですね。なので、まあ4日目のログインももらいますけれども、まあ、こういうなんかねちょこちょことしたこのボーナスみたいなのがなんかいっぱいあります。はい、でここの冒険ですね、カードが増えたことによって今2個ぐらいあの冒険出発できるんですけど、ここもなんかクリアすればするだけなんか豪華なものがもらえるかな、なんか上のやつがなんかちょっとずつ完成してってるよみたいな、感じです今。で今日は放置したことによってまあまあ、レベルが上がったので、まあ、この辺は昨日は勝てなかったんですが、放置したことによってまあ勝てそうですね。はいはいはい、今93ステージ目なんで100ステージ目までは絶対やろうって決めてたんで、それは絶対やるんですけど、大体こういうねどんなゲームかやってみたのシリーズで大体1週間ぐらいやるつもりでいるんですけど、これはもうちょっと100まででいいかなっていうのが今僕の正直な感想ですかね。なんでしょう、こう戦いの時がね暇なのよ。敵が強くなればなるほどこのさ、ね、ゲージ今下がっていってますけど、今僕何にも触ってないんですよ。ただただ喋ってるだけで、あの喋りもしてない人ってこれをどんな気持ちでこれずっと眺めてんだろうというね、暇なのよこれ戦ってんのにさあ、ラストのステージ100です。まあ、一応ねあの相手との相性表を見ながら、一応相性がいいように前列ぐらいはセットしましたけど、そこまで本気で何でしょう隊列組まなくても、別に勝てます。で
こういうなな部族同士の戦いならまだまだこう展開があるから楽しいんですけど、でかいモンスターと戦う時がね、ゆっくり減るゲージ眺めるだけなんで、ジャガイモの方が面白いっていうね、っていう感じでしたがね、まあ、100までやって、まあ、僕の感想としては何でしょう、まあ、僕の動画が多分ほぼほぼね、あの面白いところをこうギュッギュッと凝縮した感じなんで、これを見て面白そうだなと思った人はぜひともやってみていただきたいと思います。ちなみにこれ部族って言ってクランみたいなもんですね、これに所属しとくとなんかあの交流できたりするんですけど、僕あの英語のクランにいたんで、まあ、何一つで喋ることもなく何言ってるか分かんなかったんでね、であのもうちょっとね、もう多分やらないだろうなっていうことで、ちょっとねあのご迷惑かけてもあれなんで一旦ちょっと抜けさせていただきまして、じゃあ改めましてね、はい、ということで、今週はね放置原人というゲームを紹介させていただきました。まああの非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。